高松良雲は幕末から明治時代の幕臣、医師、筑後国語元軍の農家出身、函館戦争においては函館病院を勧誘。その後、民間救護団体の前身と言われる同愛者を創設、日本における赤十字運動の先駆者とされる、天保7年12月25日、筑後国語元軍古江村で、昭夜、 高松与吉の三男として生まれる。安政三年、19歳の時に、久留米藩があろう、有馬飛田の陪身、川原野兵の養子となり、農家の高松県平から川原昭三郎という武士となる。しかし、妖家の大敗ぶりに嫌気がさし、安政六年四月、24歳で脱藩した。兄、小屋作左衛門を頼って、江戸に行き、医師を志すようになる。まず、 その当時、乱法医として著名だった石川桜書の門下に入り、オランダ医学を徹底的に学んだ。その後、大阪に出て全国から春祭が集まっていた敵塾に入塾し、尾形公安の指導を受けた。両運はここでも頭角を表し、西洋医学の知識のみならず、オランダ語を自由に操るまでになる。さらに、幕府が開いた英学署で学び、 英語もマスターした。慶応元年、両運の学祭を知った一橋家が、両運を一橋家の専属医師として抜擢する。ほぼ時を同じくして、一橋家出身の徳川義信が第十五代将軍となったため、両運は幕府から奥詰め医師として登用されることとなった。九州の課題中から出てきた農家の厄介者の三、難がわずか7年で将軍家の お抱え医師となったのである。慶応3年、日本はパリ万国博覧会に参加することになる。幕府は倒幕運動で国内が混乱している中、国際社会から認知を受け、幕府の主権を固める意図を持っていた。将軍吉信は弟の秋武を代表に日本代表団を派遣することとし、両運は西洋医学の知識と語学力が評価されて、 代表団の随行位に選ばれた。パリ万博を終えると留学生としてパリに残るよう言い渡される。資金は幕府負担である。留学先はオテルデューという病院を兼ねた医学学校であった。神の家では麻酔を用いた回復手術なども行われていた。しかし技術の最上に両運に衝撃を与えたのは神の家に併設された。 貧民病院であったという。ここでは貧しい人たちに無料で診察、治療していた。無料の貧民病院とはいえ、設備は十分に揃えられ、診察も神の家に所属している医師や看護婦が一般患者と同様に行っていた。しかもこの病院は貴族、富豪、政治家などの寄付によって成り立っており、国からの援助を受けない民間病院であった。 しかし、その留学生活も一年半で幕を閉じることになる。徳川義信による大政奉還、そして、賭場、伏見の戦いの勃発など、日本が混乱状態に陥ったためである。両運が江戸湾に到着した時には、すでに幕府は崩壊し、江戸城は、薩長勢に明け渡され、主君である義信は、水戸で謹慎中という状態であった。両運は、 自分や兄を引き立ててくれた徳川幕府、吉信への恩義に従い、江戸地に幕臣の国を作ろうとした江本武明に合流。函館戦争に医師として参加する。函館に入ると、両運は函館病院の院長に就任する。これは江本の依頼ではあったが、病院の運営には一切口出ししないことという、条件を江本につけたという。ここで両運は、 戦勝者を敵味方を問わず治療した。当然、最初は敵型の兵士と共に治療されることに対して混乱、反発が生じたが、両運はパリ留学で学んだ精神を胸に、毅然とした態度でこれを制したとされる。この行動は日本で初めての赤十字の活動であった。 この活動が新政府軍の黒田清高に評価され、旧幕府軍との和平交渉を依頼されることになる。両運の圧戦もあり、明治2年5月18日、五両閣会場、降伏となる。翌日には新政府側に呼び出され、官軍の大病院小病兵の治療に当たった。そこには、会場6日前に新政府軍の砲撃を受けて、重傷を負った兄、 小屋作材門も収容され、両運が治療に当たったが、その間なく6月14日に死去した。8月には、重症患者を東京に送ることになり、両運が幕府方軍医も付き添った。9月半ば、患者たちが退院して、軍医の役目が終わると、族との医師として、徳島藩にお預けのみとなる。寒さと貧しい食事で、栄養失調となる、厳しい謹慎生活により、 後年まで悩まされるリ町マチを患った。4ヶ月後の翌明治3年2月に解放され、迎えに来た静岡藩の死者と共に判定に入った。兄の家族がいる静岡へ向かおうとするが、吉信の実母、貞吉院のいる水、水戸家に引き止められ、吉信の命もあり、そのまま東京で水戸家に仕えることになる。主管の必要はなく、開業しても差し支えないという好条件であった。 明治3年11月11日、浅草新片町に開業した。新政府での役職の誘いが多数来たが、それらすべてを断り、超医者として、神の家の精神を実行する道を選んだ。明治10年2月の西南戦争の際、佐野城民から白愛者の設立にあたり、日本で最初に赤十字精神に基づく病院を作った領運にも、発起人として、 入会の誘いがあったが、両運は中立であるべき、赤十字が軍部によって設立されることに納得がいかず、断っている。しかし、再三の懇願により、病院を訪れて、小病兵の治療にあった。明治10年11月、徳川家から借り受けた、関永寺所有の土地に新たに病院を新築して、ウグイス系病院とした。この病院は成功し、また、 緊急の過程には治療費を無料にしてはいたものの、一方で自身のみで対応できることにも限界があった。両運は他の医師の協力も得て組織的に無料診察を行う必要性を痛感するようになった。明治11年12月、医師会の席上、医師会長であった両運は、貧民を無料で診察する組織、同愛会の設立を提案する。この提案は、 支持を集め、翌明治12年、民間企業5団体の前身といわれる同愛者が創設された。この同愛者により診察を受けた貧民は70万人とも100万人ともいわれる。大正5年10月12日、肺結核のため東京にて81歳で死去。急爆心であったことから、明治維新から軍国、昭和の広告士官の時代には国族側として、 小郡一古藩の実家でもその功績が封印されていたが、1975年になって地元の医師会により、高松良雲先生誕生の地の石踏みが建てられた。ありがとうございます。